ウディショーはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン。ニュージャージー州ニューアーク出身。1962年18歳でエリック・ドルフィーとの共演。これが初レコーディングとなる。ホレス・シルバーグループやアートブレイキーのジャズ・メッセンジャーズというジャズの名門グループに参加する一方、ジャッキー・マクリーン、ジョー・ヘン・ダーソン、マッコイ・タイナー、チック・コリア、アンドリュー・ヒル、 ラリー・ヤングといった新世代のミュージシャンとも共演し、ハードバップからアバンギャルドまで一歩進んだ演奏スタイルで、1960年代後半以降から1970年代にかけてフレディ・ハバードと並ぶ実力派のトランペッターとして注目される。しかしながら、複雑でややもすると難解に聞こえるフレーズの多様や、気真面目すぎる演奏スタイルのためか、スター的人気には至らず、 過小評価、不当な評価と言われることが多い。1970年代、多くのミュージシャンがフュージョンブームに乗ってロックポップ調のスタイルに移行していく中、ウディは伝統的スタイルながらもハードでアグレッシブなジャズを貫き、数々の力作を残した。1974年にミューズ、1977年に CBS と契約、ローズウッドや、 ステッピングストーンズ、ライブアットビレッジヴァンガードといったアルバムを発表している。1989年2月、ブルックリンで地下鉄のホームから転落し左腕を切断。その後の経過も思わしくなく、同年5月に死去した。他の共演者は、スライドハンプトン、ルネ・マクリーン、アンソニー・ブラックストン、セシル・マクビー、ボビー・ハッチャーソン等が挙げられる。ありがとうございます。